冬眠から覚めました僕です。どうもお久しぶりです。ですね、今日はですね、新たなパーツが届きましたのでご紹介したいと思います。一体何でしょうか。今持ってきます。バカみたい。そういうの私噂話とか嫌いなんだよね。はい、カメラも買いました。来ました。出た。領収書なし。はい、出ました。皆さんご存知 HKS。 え、何、どういうこと。嘘だ、そんなの聞いたことない。 HKS 社で出してる S660 用フラッシュエディターです。はい。え、マジ、お前まだ知らなかったのかよ。S660 乗ってる方、まあ大体の方は分かると思うんですが、ちょっと一体これ何ぞやという方に向けてちょっと説明してみたいと思います。これはですね、車両の故障診断コネクタ OBD2 コネクタより ECU のリフレッシュを行うことができますということで、この中にですね、まあ S660 の純正ノーマルデータ1つとカスタムデータが3つ保存できますってことで、計4つですね。はい、パワーライター契約店、この HKS とパワーライターを契約しているお店ショップさんで、専用のソフトでのみデータ編集が可能ですというです。要はですね、原車合わせというのはこのフラッシュエディターを使ってできますということです。パワーアップを目指している方は本当に原車合わせという方法で90何倍率とか出るのかな。そこはタービンとかも交換するともう100倍で聞こえるはずです。ねえねえ、聞いた、あの噂本当だって信じてよ。で、私の場合はですね、ちょっとそこまでやるつもりはないので、まあこれでね、ちょっとパワーアップできればいいかなと思って買ってみました。そうそう。困ったもんよね。説明がねちょっと難しいんですけど、まあ簡単に言えばですね、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3とありまして、はい、フェーズ1はスピードリミッター解除、135キロから40キロの壁を突破できるという、まあそこまで出すかということですけど、なかなかね、出すことないんですけど、まあターゲットとかね、まあ出したい人はこれです。フェーズ2、ですね、スピードリミッター解除プラスドライバーアビリティ向上ですね。要はですね、HKS が作ったカスタムデータを S660 にインストールできるということです。ノーマルよりは早くパワーアップしたっていう体感も得られる。プラグの熱化を一番上げる。ガソリン配慮にしたくないのかな。レギュラーガソリンでちょっとどこまでいけるかちょっと試してみたいんですけど。ですね、要はね、プラグ、エアクリーナー、マフラー、あとはこれのフェーズ2をぶち込めばそこそこ速くなるはず。ああ、そうそうそうなんだよ、そうなのそうなの、分かってくれた。はい、じゃあちょっと開図開けていきます。はい、おっとー、ででん、はい、フラッシュリータホンダ S660 用っていうことです。取り出しが入っております。さらにですね、来ました来ました、これがフラッシュエディター本体でございます。ほい、なんか USB トランセントの USB があります。あとはこれがこれです。はい、これにいろいろ出てきますんで、ね、これをですね OBD2 に差し込んでこれで操作してデータインストールっていう感じです。まさかこれほどのものとは。 HKS のフラッシュエディターの紹介でした。詳しくはリンクに貼ってきますんで、どういうものか見てください。ご清聴ありがとうございました。Join the army of the shadows.